今回ご紹介するのは越前市高麗町にあるジェラートワッフルバーのお店マシュマロです。ナレーション私西野ゆうきがお送りします。マシュマロはどの年代の人でもふらりと立ち寄れるお店をコンセプトに、竹生の中心市街地に今年4月にオープン。ポップで可愛い雰囲気の店内はベビーカーでの入店も可能で、14種類のジェラートやお好みのフルーツやクリームをサンドしたワッフルバー、旬の果物を 100% 使ったスムージーを提供しています。大切にしていることは、昔ながらの町中の越前市、人情深い越前市だからこその、近所や家族さん、友人との人との付き合い方っていうところを大切にしたいと、また、言葉一つ一つを大事にしながら語り合えるような人間づくりをしていきたいと思って考えていますので、お客さんとの距離感、そしてお客さんとの雰囲気づくりなどを大切にして心がけています。越前市は歴史のある町並みです。そういう町並みをいろんな人に散歩をしながら新たな発見をしていただきたい、そしてその先駆けの発信源となれるようなお店づくりを励んでいます。生地の配合など試行錯誤し生み出されたマシュマロのワッフルバーは、外はカリッと、中はふわっとした食感が特徴。生クリーム、チョコクリーム、ヨーグルトクリームのいずれかを選び、好きなフルーツやジェラートと自由に組み合わせて注文することができます。それではお店こだわりのメニューをご紹介しましょう。まずはジェラートから。ラムネとブルーベリーチーズケーキの組み合わせ。器はコーン、紙カップ、ココットカップ、ワッフルカップのいずれかを選ぶことができます。選ぶ楽しさを味わっていただけるように多彩な種類でご用意しています。ワッフルバーはキウイと生クリームの組み合わせをチョイス。酸味と甘みが絶妙にマッチしています。お好みのクリームと好きなフルーツをピックアップしていただき、より一層の楽しさを味わってください。最後はスムージー。旬の果物をたっぷり使った季節のフルーツと、健康や美容にこだわる方おすすめの美肌スムージーです。防腐剤や保存料を一切使用せず、旬の果物だけをミキシングしていますので、小さなお子さんや健康を気にされている方、高齢の方々まで新鮮な果物のスムージーをお楽しみいただけます。マシュマロの見せどころ。マシュマロではお子さん用に100円でキッズアイスを提供しています。小さいお子さんでも十分食べきれるサイズで、子どもたちも大喜び。こういったお店のちょっとした気遣いが嬉しいですね。家族みんなで散歩をしながらマシュマロに遊びに来てください。お待ちしてます。